외막가 聞こえていますか? 真っ直ぐお進みください。 そのまま先へ。 完全の敵を打ち、力を示すのです。 中へお入りください。ようこそ参られました、若き騎士様。私はセシリア。騎士様を神域へ導く者。ああ、本当によく参られました。さあ、もっと顔をよく見せて。 優しく、温かく、力強い姿。私たち人は、新しき神々と神民に多く奪われ、今この瞬間も滅びに向かっています。それに抗う力こそが騎士なのです。滅びの時を避けるため、騎士に選ばれたあなたは、神域へ赴き、神々を倒さねばなりません。 でも、いかに騎士に選ばれたとはいえ、すぐに神に挑むのは無謀と言えます。神域は人の住めぬ地、あなたを導くものはありません。まずは思うがままに探索し、鍛錬を積むのが良いでしょう。神域でもし、私に神殺し、騎士モテる。さあ、まず、特殊なアニメ、 古き神はこの地を去り、新しき神々が降臨した。受胎する豊穣、ピオジリア、落雷の水場、ニオバニス、庇護する城郭、ランドルート、クルム、アンカーバイ、救済者、エフーフパールーノ、 教会の森、ノーザース。新しい神々は、世界の選別による支配を行った。神々の庇護を受け、すべてを持てる者、神民。選ばれし民は神域で長きにわたり、幸福を享受していた。一方で、神々から切り捨てられ、すべてを失った者、先民。
捨てられしたんは世界から切り離された地で疲弊し死を待つだけの時を迎えた。しかしその中から神々に挑む者たちが現れ、神々を殺す技真理を食い、自らを騎士と名乗るその者たちはこの支配からの解放を勝ち取るため神域へと足を踏み入れるのだった。
こちらの古きこの服そしてその仕入れそれではサブクエスト皆さん。